お土産何がいい？パパがいいかな。え、サラダ、それは言っちゃダメなやつ。いりません、無駄遣いしなくていいから。何もかもに迷うけど、伸ばす伸ばす手に糸を出してかい。口寄せの術。あれ、この術はまずその巻物に名前を記し、獣と契約しなければ発動しない。はあ、バッカじゃないの。僕にもできるかな。バカな真似しないで。あんたたちがバカやると、あたしらまで変な目で見られるんだから。なんだと。そこまでだ。まったくお前たちは授業中だってことをすっかり忘れているな。ふん。うちはサラダ、手裏剣術は全生徒トップ。これも内派の力。川の中か。暑かったから泳いでたの。それが何か。何でもないです。さらに忍術の成績はダントツトップ。俺と同じでな。おかしくない？そんかし、愛想が悪くて独りよがりで口が悪かった。俺と全く違ってな。ママってさ、パパとキスしたことある？え？何？どうしたの？ちょっとね、もっといいこと思い出しちゃって。ママのエッチ。いやいや、そうじゃなくて、じゃあな、行ってくる。私はお預け。じゃあなろう。目標？里の人みんなにお弁当を届けるわけにはいかないからね。だから決めたの、私火影になる。一体何があったんだよ。あんたみたいにいつまでもガキじゃないってだけ。俺のどこがガキだって。あんたのどこがガキじゃないっての。君たちなかなかお似合いのコンビだと思って。んなわけない。なんで黙ってるの、シャリンガンのこと。ママがまた狙われるといけないから黙っていろって。それにちゃんと使いこなせるようになってから、あのバカに見せつけてやるのも面白いかな。出たデビルサラダ。こうなったらお色気の術。うん、なんなのよその術。開発したやつぶっ飛ばしてやる。ケブ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 。僕はやっぱりいいコンビだと思うけどな。やめろって。何あれ。昨日校長先生にいたずらしようとして、その罰なんだって。ほんとバカね。きたれ。それがほかげになる女のやることかよ。ふふーじゃねーよ。ふふーふふーじゃねーってば。ふふーじゃねー。こりゃ犬も食わねーな。ほらよ。え、なにこれ。あんたね、食べながら喋るなっておばさんに言われなかったの。食わねーの。もらう。ボルト、夜の天候の時間。いいじゃねえか、天狗くらい。さ、もう一勝負だ。あんた立場分かってんの？だったら私もついていくから。なぬ。だって旅行中あんたを見張るのは私の役目でしょ。だったら嫌でも最後まで付き合わなきゃ。ほんと嫌だけど。